さんこんにちは。さあ中学2年生の国語の内容ですね、確認していきたいと思います。前回同様セミロングホームルームの括弧2の内容ですね、こちらの中身を、ちょっとですねまたもう1回ですね、確認していきたいと思います。テキストは14、15ページですね。さあ前回に続き瀬尾くんの背中にいるセミをですねどうにか退治しようとしている私たちですね。黒岩先生っていうのは担任の先生なんですけれども、黒岩先生がですね学級委員のことですね、ちょっとチェンジしましてですね、学級委員が前に出て、席替えの方法についてちょっといろいろやってるんですけれども、その間黒岩先生後ろに来たわけですよね。後ろに下がって見てた。でその時にようやくですね瀬尾くんの背中にセミがついてることに気づくんです、黒岩先生はね。あーとかっていうことでね。で、私とトリノが一生懸命何かやってたのはそういうことだったのかっていう理由がわかるわけなんですが、まだ解決には至ってないんですね。で、最初の括弧1番、空欄に当てはまる11時の言葉ですね。じゃあ、多数決により次の席替えは自力で決めますっていうのが、最初の1行目に書いてあったんですが、学級委員がですね、まあ多数決でね、席替えを自力で決めたんだよっていう形でですね、発表していました。で、ロングホームルームっていうのがですね、ちょっと長いホームルームの時間になるわけなんですが、まあここにも書いてある通り、学級委員が優秀なんでですね、あっという間に結構終わっちゃってですね、時間が余っちゃうんですよ。それに対してですね、全然ロングじゃないって私が言ってて、思ってて、で、これが本当のなんとかって書いてね、まあちょっとダジャレみたいな感じなんですよ。はい、というわけで、ここは題名通り、セミ、ロング、ホーム、ルームっていう形で入れてもらうといい。つまり瀬尾くんの背中にセミがついている状態でのロングホームルームっていうのと、セミロング、つまり半分の長さっていうような意味ですね、のホームルームなんだっていう形ですね。まあ長くないって言ってるわけで、ロングホームルームなのに長くないって形ね、全然ロングじゃないって言ってるわけですね。まあそんなのを掛け合わせて、まあそんなちょっとくだらないって言ったら失礼ですけどもね、まあそういうちょっとダジャレみたいな形をですね出してるわけですね。まあそれぐらいちょっとなんかそんなの思いついちゃうぐらいテンパってるみたいな感じですね。で、黒岩先生は窓の外をちらっと見ると咳払いをしながら教室の前に戻っていってしまったということで、この時私の気持ちですね、咳払いみたいな感じで、ね、咳払いをしていくんだけど、これはね自分とトリノに対しての合図みたいな形でちょっと任せたぞみたいな形でね、黒岩先生にですね後を託された気持ちなんですね。で、ついにトリノ君が動きます。そーっと左の窓をゆっくりと開け始めていくんですね。この時の私の気持ち、ね、私の気持ちが最もよく表れているところはどこでしょうかということなんですが、これに関してはですね、12行目、字数がちょっと余ります。10字以内って書いてありますんでね、頑張れで、トリノっていう形でね、2マス余ります。2マスね、こんな形で応援しています。頑張れトリノってね。で、ですね、このトリノくんなんですけど、カタカナで私はトリノって呼んでるんで、これはこのままで書いてもらって全然いいんですけれども、実は後になって黒岩先生のですね、セリフから分かったんですけれども、トリノっていうのはですね、これなんですね、名字がトリノくんだったんですよね、これね。というわけでこれをですね、私はカタカナ表記で読んでいたっていうんでね、まあカタカナだからなんかね、ハーフの頃からなんかあだ名かなとかっていうのを想像してたんですが、まあこういうことだったんですね。トリノというのを私はカタカナでこういうふうに読んでた。はい、そして光の速さでとあります。なんとですね、窓を開けた後ですね、そっと瀬尾くんの背中に近寄ったトリノくんはですね、そっとセミを捕まえてバンって投げるんですね。光の速さ、もうすごいですね。人間やめましたかってそういうことじゃないんですけどね、まあ比喩表現ですね。光がセミよりとっても素早い動きでですね、セミを外に投げたんですね。で、そのさりげな鳴き声はクラスの喧騒の中で無事にかき消されたとはありますが、こちらの方なんですけれども、この時私の気持ち最も表れている部分出してくださいってことですね。もうやりきった感じですよね。それなんで22時23行目、詰めて、いやー、ようやくね、緊迫した状況から抜け出したわけで、緊張感が解けているような状況になっていますね。こんなのが出せるといいでしょう。で、最後になんと瀬尾くんがびっくり仰天ですね、振り向いてありがとうってお礼を言ってきたんですよ。つまり瀬尾くんはですね、セミに気づいていたんですよね。それが分かってですね、私たちはとても驚いたわけです。
まあ、瀬尾くんは気づいてないだろうなという前提で動いてましたんでね、それが瀬尾くん実は気づいてたんだってことで、おーってんでびっくりしてね、鳥野くんも立ったまま動けなくなっちゃったんだっていうね、それぐらい驚いてました。はい、というわけで今回の国語はここまでとなりますね。もう一度ぜひ、確認してみてください。ではまた次回お待ちしております。じゃあね。